こんにちは。やっと iPhone 16 Pro Max 使えるようになりました。ちょっと前に届いてたんですけど、忙しくてなかなかねセットアップもできなかったんですけど、まあ、あの古い方の機種から iPhone 15 Pro Max なんですけど、こっちからデータを全部こっちに移すっていう作業をしたんですけど、今まで見たことがない転送方法だったんです。私が知らないだけなのかもしれないんですけど、 iPhone と iPhone をこう近づけて置いとくだけで自動的にほとんどのデータが移行できてしまいました。これ今までやったことなかったんですけど、今までもあったんでしょうかね。まあ、通常であれば、まあ、Windows でも Mac でもつないで、そのパソコンにバックアップしたものを今度新しい方にこう復元するみたいな感じかと思います。もしくは大容量の iCloud とか契約している方であれば iCloud バックアップとかもね使えるのかと思うんですけど、まあ、この機種変更というか新しい本体に乗り換えるのって結構めんどくさくないですか。それが嫌でずっと使ってる方もいると思うんですけど、その乗り換えの時になんかデータが失われたりとか復元ができなくなっちゃったりとか以前よくあったんですよね。まあそれはそれでね、また新しい環境で新しいものとしてこう使い始めればクリーンな感じでそれはそれでいいんですけど、やっぱりでも古い方からどうしても読み出したいデータとか復元したいものとかありますよね。で今日はそういう時に役に立ちそうなソフトを一つ紹介したいと思います。まあ、iPhone のデータ関連の困りごとをいろいろ助けてくれるソフトなんですけど、テノールシェアのウルトデータというソフトになります。でこれはですね、パソコン用のソフトで Windows 用と Mac 用とあるんですけど、まあ、パソコンにインストールして使うソフトになります。で iPhone とか iPad などの iOS デバイスからいろんなデータを一旦パソコンにこう保存する、読み出すことができるソフトになります。しかもスマホ上でこう削除してしまってもう復元できなくなっているようなものって結構ありますよね。でそういうのも上書きさえしてなければ読み出すことができるソフトになります。パソコン用はそういったデータ復旧ソフトっていろいろあると思うんですけど、スマホ用って私も初めて見たんですけど、まあそういう非常に強力なソフトになります。でこれどんなことができるかっていうとですね、ちょっとウェブサイトを見ながら説明したいと思います。でこれがですね、テノールシェアウルトデータのウェブサイトになりますが、失われたデータを最大限に取り戻すと書かれていますが、頼もしいですね。で iPhone、iPad、iPod 本体から復元できます。そして iTunes バックアップから復元できます。そして iCloud からも復元できるということです。でどんなデータが復旧できるかというと、連絡先、メッセージ、LINE の中のまあ文字メッセージとか写真とか動画ってことでしょうかね。あとはビデオとかメモ、書類、サファリ、音楽、写真とありますけど、まあ、写真の中のデータとかも復元できるということです。でさらに iOS 自体も修復することができたりします。誤って削除した場合、ウイルス攻撃、まああんまり聞かないですけど、紛失盗難、ロックされちゃってる、それから脱獄、まあ、最近ジェイルブレイクってあんまり聞かないですけど、それ関連でなんかおかしくなっちゃった時とか、まあ、壊れちゃった時、画面が見えないけどデータを取り出せるとか。で、このソフト自体はパソコンにインストールして使うんですけど、Windows も Mac も出ています。まあ、最近の iPhone、iPhone 4から対応してるんですね。すごいですね。まあ、かなり昔のものからもデータ読み出したりできるってことでしょうかね。ここにできることも簡単に書いてあります。iOS の修復ができること。そして iTunes バックアップのプレビューとあるんですけど、この中身を一旦見て何を復元するのかっていうことも選択することができます。これですね。選択的にコンピューターに復元。コンピューターにバックアップを取っておくことができます。そこからまた選んだものを本体に戻す、復元することもできます。でまあ、非常に簡単なので、どなたでも使うことができると思うんですけど、どんな感じなのかっていうのをちょっとお見せしたいと思います。実際にいくつかデータを抽出してみようと思うんですが、まず iPhone を Mac なり Windows なりにつなぎます。で iPhone をつなぐとこんな感じで、今の Mac であれば Finder というソフトの中に Mac じゃない iPhone が見えるようになります。私のここに今見えてるんですけど、でここのでいろいろ管理ができるようになっています。まあOS をアップデートしたりとか、あとここでバックアップ関連を決めるんですけど、まあ、この Mac にバックアップっていうのを選べば Mac の中に iPhone の中身が全てバックアップされます。でそれ暗号化することもできたりとかするんですけど、特定のものを選んでバックアップするとかっていうのはここではできないんですよね。一旦全部バックアップを取って、今度その
新しく更新された変わった部分をまた書き換えていくという感じのバックアップになるんだと思います。で、ウルトデータの方はこういう画面になっています。iOS デバイスからの復元、そして iTunes からの復元、iCloud からの復元、そして iOS システムの修復もできます。iOS がおかしくなっている時ですね、まあ、うまく iPhone が立ち上がらない時なんかはここで修復することができる可能性があります。そしてソーシャルアプリデータをバックアップ、日本だと LINE でしょうかね、あと WhatsApp とか、まあ、これらのデータを復元することもできます。まずはパソコンにその iPad なり iPhone なり そのデバイスのデータをこう取り込む必要があるんですけど、それがここになります。ここを押すと何をじゃあ取り込むのか、保存しておくのかっていうのを聞いてきます。ちょっと全部やると重くなるので、例えばですけど LINE のデータと、あとどうしましょうか、メモと、まあ、写真はちょっと多すぎると思うんですけど、まあ、このぐらいでやってみましょう。 あとサファリの履歴ブックマークにしよう、はい、このぐらいをちょっと抽出してみたいと思います。スキャンでパスコード聞いてくるので打ち込むと、これで今始まりました。今9時38分ですね。何分ぐらいかかるのか見ておこうと思います。10時47分ですが、今終了しました。すごいですね。メモ571件、メモ添付ファイル18件、 LINE 105599のデータ、そして LINE 添付ファイル84043となっています。おそらくですが、この赤いのはもう私が削除してあるものなんですけど、いくつか復元できているようです。メモの添付ファイル、そしてサファリのブックマークですね。これも赤いのはもう消してあるやつだと思うんですけど見えてます。でさらに LINE が、普通にメッセージでやり取りした内容なんかは全部見れるようになっています。すごい。もう2018年までね、遡れてますね。私の端末に残ってるデータがそこまでということだと思うんですが、もう全て復元できて、復元というか見つけることができています。で、LINE の添付ファイルもむちゃくちゃありますけど、8万件とかね、見えています。と、まあ、この中から選んでそれを Mac に復元することができるようになっています。今挙げたようなデータ全てをここチェックマークを入れて復元とすると Mac の中に保存されるようになっています。 LINE はちょっと多すぎるんで、メモと LINE 添付ファイルの一部を、じゃあまあ思いっきり昔の撮ったものとかにしてみましょうか。じゃあ子供が小さい時の写真とか出てきてますけど、このぐらいちょっと復元してみたいと思います。 Mac に復元というボタンを押してみます。で、今度どこに復元するかと聞いてきますので、まあ、とりあえず、ピクチャーに復元しましょうか。あ、復元に成功しましたとあります。ピクチャーの中にアルトデータのフォルダができています。で、そこを見ると、あ、HTML 形式で、まあ、こんな感じで復元されています。 LINE 添付ファイルの写真も、あ、こんな感じで、お、ちゃんと復元されてますね。すごい。作成日などは今日になっちゃってますけど、まあ、一応ですね、かなり前の写真も復元できるようになっています。本体からの抽出ということになります。今度 iCloud のデータ、今 iCloud ドライブっていうのを新しく追加されたようなんですが、まあ、ここにあるデータをじゃあ抽出してみたいと思います。まあ、また時間かかりそうなのでメモでやってみたいと思います。ピコピコ音がして、今どんどんここが数字が増えていってます。ちょっと中身はお見せできないんですけど、2015年とかも出てきてますね。すごいですね。9年前のものも普通に出てきています。
私 iTunes バックアップっていうのは使ってないのでちょっと今使えないんですけど、 iTunes でバックアップを取ってる場合はここ使うんでしょうかね。そして iOS リンゴループ、リカバリーモードループ、画面が真っ黒、ブラックアウトなど50種類以上の問題に対応とありますけど、まあ iPhone がおかしくなっちゃった時にここで、まあ、修復を試みることができますよね。治ればラッキーですよね。で最後これなんですけど、ソーシャルアプリデータをバックアップ&復元とあります。まあ、ソーシャルアプリ、日本だと LINE とか WhatsApp かと思うんですけど、そういうものに特化したデータのバックアップと復元という機能になります。携帯電話からデータをバックアップ及び復元、まずじゃあバックアップを取ってみたいと思います。 LINE ってね、なんかこう全部消えちゃったりすることありますよね。まあそういう時役に立ちそうなのでちょっとやってみたいと思います。まあ、これもねデータが多いので時間かかりそうですけど、今11時3分ですね。やってみたいと思います。時間がですね12時1分であと90、あと 0.5% になりました。 0.4。 LINE データが多いほどバックアップ時間が長くなりますのでお待ちくださいとありますが、確かにそんな感じです。 100% いきました。おー、やっとデータを表示、これでバックアップしたデータも見ることができるはずです。すごい写真がむちゃむちゃあります。今度はソーシャルアプリデータをバックアップという機能を使って LINE のデータをバックアップしてみました。これを Mac に送り込むには、例えばですけどこの郵便局から来たデータだけをバックアップ取りたいと時はこんな感じで、Mac に復元って書いてありますけど、これ結局のところ Mac 側に保存するということになります。で逆に今度これをデバイスに戻したいときはデバイスに復元とやれば戻ります。 Mac に復元でやってみたいと思います。でやはり先ほどと同じフォルダーにしましょうか。このアルトデータのフォルダーの中にもう一回できてしまったんですが、これですね。どういうふうにそれを確認することができるかというと、こういう感じで、こういうふうにウェブページのように確認することができるようになっています。これをデバイスに復元してみたいと思います。スマホ側はデータを消してみようと思います。全部消してみましょう。復元されるんでしょうか。スマホ側のこの郵便から来てるデータを全部選びました。この状態で削除してみます。はい、削除されました。今空っぽになっています。これで復元を押してみたいと思います。デバイスに復元、 LINE のバックアップデータに復元データが上書きされますがいいですかとありますので、はいと押しています。復元する前にデバイスの iPhone を探すをオフにしてください。おお、なんだそれは。 iPhone を探すをオフにしました。でもう一度こっちを再試行します。ちょっと時間がかかるようですのでこのまま放置しようと思います。12時21分ぐらいに始めたと思うんですけど、何分ぐらいかかるんでしょうか。 iPhone には復元の実行中というのが出てきました。何やら 大掛かりな感じがしますが、復元しているようです。どうやら復元が終了しました。12時31分です。結構時間かかりましたが、どんな風になっているのか見てみたいと思います。おっと、すごい完全に復元されてますね。郵便局のメッセージが全部回復しています。いやー、なかなかやりますね。はい、という感じで今回はテノールシェアのウルトデータ、アルトデータ、ちょっと読み方が分かんないんですけど、ウルトデータにしておきましょうか、このソフトの紹介でした。まあ、普段はね、順調な時はいらないと思うんですけど、 iPhone の買い替えをしてデータを移してる時とか、まあ、いろんな時トラブった時に必要になるソフトなので、まあ、頭の片隅にでも入れといていただければと思います。で値段的にもですね、これが1年月、そしてこれは永久ライセンス、まあ、1万円ぐらいなので、まあ、何かあった時は背に腹は変えられない時とかはね、そんなに気にならない金額かなと思います。無料バージョンでとりあえずデータが読み出せるかどうかっていうのは確かめることできますので、まあ、それを保存したりするには課金する必要があるんですけど、とりあえずそれで無料で試してみるっていうのもいいですよね。概要欄にリンクを貼っておきますので、詳しい情報はそちらの方からご覧になってください。ということで今回は iOS デバイスで困りごとが発生した時に
役に立ちそうなソフトの紹介でした。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。